ライマリーメインイベントディープジュエルスアトム級タイトルマッチ5分3ラウンドを行います。青コーナーより挑戦者サラミ選手の入場です。赤コーナーよりチャンピオン黒部美奈選手の入場です。メインイベント最後の入場は大会最年長40歳のチャンピオンです。2012年12月35歳でプロキャリアをスタート。昨年2月スギロックを破り悲願のチャンピオンベルトを獲得しました。初防衛戦の相手は3年前調布で一度仕留めたはずの挑戦者。今回はもう二度と私の試合をしたくないと思わせるぐらい徹底的にやりますと完全勝利宣言を飛び出しました。超遅咲きのチャンピオン、一回り以上年下のチャレンジャーの首を絞め大会を締めるか。ババアは強くてしつこいんだ。マスタージャパンチャンピオン黒部美奈、初防衛戦です。黒部対サラミ2度目のマッチアップ。試合に先立ちましてディープ代表佐伯茂より今回はタイトルマッチ宣言です。メインイベントタイトルマッチで行われます。認定書、本日これから行われるチャンピオン黒部美奈と挑戦者サラミの試合は昨日厳正なる計量を行いディープジュエルスアトム級規定の 47.6kg 以下をクリアしたよってこの試合をディープジュエルスアトム級タイトルマッチと認めます。2018年3月10日ディープ代表再起する。ありがとうございます。続きましてチャンピオンベルトの返還です。チャンピオン黒部が一旦コミッションにベルトを返還いたします。4方向に見せてください。ちゃんとね、今
生放送で緊張してる場合じゃないですか。第9試合はメインイベント、続きまして両選手による記念撮影でございます。一人だけリング上閉まらない男がいますが、もう選手は非常に引き締まった表情を見せています。あ、ただ少し余裕の笑顔があるか、チャンピオンの黒部。5分3ラウンド、ありがとうございます。肘ありルールで行われます。なお両選手には激励賞が届いております。ただいまよりメインイベント、ディープジュニアアトム級タイトルマッチ5分3ラウンドを行います。アコーナー挑戦者、ファンクラスイズム横浜、サラミン。リベンジとともに王座初体感なるか、すべてをかけてサラミ。赤コーナー、マスタージャパン、ディープジュエルスアトム級チャンピオン、黒部ミラー。40歳のチャンピオン初防衛戦。ちなみに今日はミステルさん、阿部ナミエさんと同じです。ディープジュエルス3ラウンドルールで取り行われる判定はマストシステムにて行われます。3年4ヶ月ぶりのリマッチはメインイベント、タイトルマッチとして行われます。挑戦者サラミ、チャンピオン黒部、今一瞬握手を交わしてコーナーに分かれました。さあディープジュエルス19メインイベント、アトム級タイトルマッチです。ラウンド1、今第1ラウンドのコンク、チャンピオンクラブの前に出て受け止めた体勢入れ替えて右の膝を一発放っていきました。チャレンジャーサラミ、鋭いショートレンジのフックから前に出ていく、それを組んで受け止めます黒部です。さあ桜川選手、はい、いよいよ黒部が初防衛戦ということになりました、はい、初防衛戦というのはね、桜選手もまだ未知の領域なのかもしれませんけども、ね、はい、こう気持ちを押し量るとどんなことを想像できますかね。なんかやっぱ追われてるか、サラミの右、でも試合自体緊張感ありますね、はい、まあ、やはりよく言われるのは追われるより追う立場の方が気持ち的にはね、はい、楽なんていうこともありますけども、はい、しかし追いかけていくのは今チャンピオン、外側からテイクダウン狙っていたのはサラミ、すぐ立ち上がってきます。後ろについたのはチャンピオン黒部ミナ、ただ宮澤さん、黒部のこの、まあ、パワーというか、はい、コンディション素晴らしいですね。いや、さすが王者ですね、楽しみです。年齢のことを言うのは失礼かもしれませんが40歳ですから、いや感じられないです、パワーがすごいですね。まあ、オープニングでもお伝えしたんですが、朝倉選手の倍です。長能力見せて打ち込んでいくのが黒部、27歳のサラミです。ただ宮澤さんね、サラミも先ほど VTR にありましたけども、はい、まあ、本当に地元の富山県から出てきて、先ほどね、富山県自体の師匠もね、この会場に来ているんですが、はい、覚悟を持ってのタイトルマッチですよね。そうですね、右の前蹴りを放っていったのがサラミです。お互い左足前オースボックスに構えてまいります。まあ、朝倉選手、はい、黒部とは練習したことがあると。そうですね、毎週一緒にやらせてもらってたんですけど、やっぱり本当に40歳で、今度は黒部が手返していく、もう感じさせないぐらいの本当練習量、自らも、ね、体力を衰えないなんていう、ね、発言があったんですが、はい、ファイターとしてはどんなところが一番ストロングポイントといいますか持ち味ですかね。こう前に出てくるプレッシャーとか、あとロープギアとかすごい上手いですね。まあ、こういう際ですよね。そうですね、指導はこのサラミのチョークスリーパーで一本勝ちをしているようです。ただサラミはしっかりまた一からですね、この実績を作って挑戦者決定戦を制してこのリング自ら掴み取って上がってまいりました。足をかけていくと、さらに組んでの膝は黒部です。
ボディも放っていきます。肘、まあ、肘ありルールです。肘ありルール、これ浅倉さん、はい、肘ありですと、まあ、やれーグラスイタ左のショートフック、サラミの左のショートフックヒットした。グラスイタ一気にいく。時間は残り1分30秒以上残っています。ちょっと黒目ダメージあるか。上からダブル、ここも体勢もずれます。ちょっと朝倉さん今聞きましたね。肘でちょっと効いてたかもしれないですね。はあはあ、やっぱ肘ルールなんで、こう離れた瞬間とかやっぱ上手かったですね、朝倉さん。さあ両足差し込んで、ここからリアレイキッドチョークを狙いに行く。この辺りはナインクラスズの横浜、残り時間1分、残り時間1分、ちょっと手を受けています。パンチを出ていく。ちょっとクロベの動きが止まった。ひっくり返す、腕に行く、腕に行く。さあそうすると三角から十字、次々に動きを変えてまいります。これ朝倉さん、クロベにとっては何が生命線ですか。肘まで抜きたいですね、今の腕を。抜けました、離れた離れた。さあそこから上に行く、残り時間30秒、残り時間30秒、横に動かしておいて、あここでブレイク、ここはロープ際で若干ブレイクがかかりました。さあ残り第1ラウンド10秒、右のフックを当てていくのは黒部。残り5秒を切っています。それでも打撃で前に出ていく、サラミの右を引っかかった。1ラウンド終了です。サラミの左のパンチからちょっと試合が動きました。そうですね、まあ、でもクルメさん当たってからが強かったりするので、まだまだわからないですね、この試合。これですね、このシーン、はい、いや宮澤さん、はい、今日の中でいうとこういうシーンは初めてじゃないですか。そうですね、すごい戦いですね。今仕事を忘れて 見ちゃいました。なるほど。はい、まあ、ただアトム級朝倉さん、はい、体重の軽い階級ではあるんですが、はい、しっかり打撃が当たればというところですよね。そうですね、しっかり当たればその分力が伝わるし、本当に打撃もスピードも速いですし、サラミ選手がやっぱ勉強になりますね、本当に、はい。ジムの遺跡の話になるとこう涙を浮かべながら、ね、話した。今日はその師匠も見に来ています、富山県から駆けつけている。それをなんであんな泣いているんだと一周したのがクロバでした。さあ第2ラウンド、最初に先手を奪うのがどちらかという戦いです。クロバです。この際が強いという朝倉海音選手の話もありました。黒部昨年2月にベルトを奪ってからからが初防衛戦ということになります、まあ、実はその間勝ったり負けたり黒部は繰り返しだったんですよね、はい、その中でもチャンピオンとして今回防衛戦に挑んでまいりました、まあ、実はその黒部の姿を見てサラミはあなんだこんなもんか、私なら取れるかもと思った、そこで自信を持ったという話もしましたね。全局面で穴がないのがこのチャンピオン、ただ今の私は全てでチャンピオンを上回っているとも話をした、自信を覗かせたチャレンジャーのサラミです。左は絶対を決める現実がこのリング上です。この攻防立ち上がってまいります。重量は豊富でしょうからスタミナという部分は心配ないと思うんですが、ここで今
再開します。タウスピース、一旦外れたタウスピースを離します。ボディも放っていくサラミ、スペースを潰してグミに行った、右を差しながら左の膝は黒部、仕掛けたパンチを集めます。右のフックアッパーコンビネーションを見せます。試合よりもこう1段2段会場の熱気も上がりますよね。そうですね、サラミ選手 の、 その王者に向かって戦おうという向上心もすごい感じられますね。あとコーナーで右の肘を使ってきます。朝倉さん、黒部ここにパンチの前に出てきますね。肘はあんまり黒部がまだ使うシーンないんですけど。そうですね、まあ、使うタイミングもあのパンチに行ってるんで、使ってないだけかもしれないですね。パンチが当たってるうちは無理して肘に行く必要ないかなという部分もあるでしょうかね。近い距離です。右のフックがよく当たります。黒部パンチバンド一瞬ダウンあったんですが、そのダメージ感じさせません。サラミはこの右の肘がかなり強烈。左のジャブ、前手で打ち込んでまいります。サラミ前手に一旦相手を突き放しておいて一気に間を詰めてまいります。黒部クリーンには行くんですが、お互いタックルという展開はないですね。そうですね、組み合ってからですね。このコーナー際です。サラミは柔道あるいは柔術のバックボーンがあります。17歳からジムで練習付けの毎日を送っていたというサラミ、対する35歳からキャリアをスタートさせた黒部です。残り時間1分、残り時間1分、クリーンが動く、それを追いかける展開。黒部ここはボディに一発のつ強烈なパンチ打ち込んでまいりました。これ3ラウンドという部分でいうと朝倉さん、はい、お今肘出しましたね。黒部も出しましたね。お互いこのスタミナをいわゆる相手を削るような攻撃というのも、はい、終盤に来て有効なんじゃないですか。そうですね、まあ、自分の体力も見つつですけど、残り30秒、残り30秒、スタミナがそうですね。ちょっと今の膝ボディの時に嫌だったサラミです。残り30秒切っています。第2ラウンド、3ラウンド制で行われますタイトルマッチ。第2ラウンド終了です。お互い引かない展開、まあ、攻守が入れ替わるのが非常にスピード激しいんですが、朝倉さんいかがですか。はい、どうですかね、まあ、ラウンドごとなんであと第3ラウンドも楽しみですけどね。なんか黒部選手はこう前に前にって感じなんで、それが強さなんで、黒部選手はそれが出てるなって思います。第2ラウンドのリプレイご覧いただきましょう。ここは振り回してテイクダウンを奪っていった黒部です。まあ、ただ宮沢さん、はい、本当にサラミも引かないんですね。黒部も引かないんですが、サラミも引かないんですね。譲らない戦いですね。さあ朝倉さん、はい、ファイナルラウンドです。まあ、泣いても笑ってもこの5分間、はい、どんなことを期待されますか。どんな展開を予想されますか。まあ、でも本当お互いかけてきているものがやっぱりたくさんあると思うので、それが最後全て出ると思います。さあタイトルマッチ最後の5分間です。チャレンジャーのサラミは勝たなければ王座出しとはなりません。タイトルマッチですから、チャレンジャーのサラミは勝つことが必要です。まあ、ただもちろんチャンピオンのクロエも泥棒になんてことは考えていません。しっかりフィニッシュしたいと試合前話したクロエ。対するサラミはベルトを取ってから私のキャリアがスタートする、そんな話もしました。右差しながらコーナーへ、チャンピオンの黒部が押し込んでいきます。内ももへの膝、あるいは外掛けでプレッシャーをかけていきます黒部です。サラミとしては体勢入れ替えたいところ。
バレーになってまいりました。チョークスリーパーで締め落とされたサランです。今回はもう二度と私とやりたくないと言わせるぐらい徹底的に仕留めたいと話した黒部です。もう一つです。ここに来て黒部のジャンプが当たり始めました。コーナー詰めていくのは黒部の仕込んでいくのはさらに、ここは体勢の入れ替え攻防がある。さらには右に回りながらボディも織り交ぜてまいります。左もフックショートレンジでさらに膝、ファイナルラウンドはまもなく2分を経過です。これ朝倉さん、こうもつれた時も膝であったりショートレンジのパンチであったり、こう細かい打撃もこの段階に来ると一つ大きなダメージになりますよね。そうですね、近い距離からのパンチも結構来ると思うんで、左のこれをジャブ前手のパンチが伸びてくる。黒部です。タックルに行ったところ上から潰す。さらに切れました。その次の展開を許さないという。これ黒部としては佐藤さん、はい、今膝打ち込んでますけども、この後理想的な展開としてはどういう展開ですか。まあ、倒しに行きたいと思いますね。残り2分を切っています。タイトルマッチ、まあ、第1ラウンドはサラミがパンチで優勢に出ました。第2ラウンド黒部がややコントロールしたというここまでの展開。ファイナルラウンドです。もう泣いても笑っても1分半しかありません。ここはもうスタンドでお互い引きません。近い距離で打ち合い、拳を振り合います。戦う女たち、膝も折り混ぜる。黒部も返す。これ選手お互い一番苦しいところですよね今ね。そうですね、最後もうでも出し切ってっていう考えだと思いますね。さあ、この投げはもう1分を切っているところです。これにとっては全てをかけたタイトルマッチ。対する黒部もようやく掴んだ。40歳のチャンピオン初防衛戦、ベルトを落とすわけにはいきません。お互いバテるのがあります。さあ残り30秒、どちらかが倒れるか、あるいは決めるか。右のパンチは黒部、さらに持ち返す。この近い距離もうバッティングするそうで、お互いの手が交差します。残り時間10秒。ですから必ず白黒つくということになります。いや、すごい戦いでしたね。すごい戦いでしたね。本当に見ちゃいました。すごい。い
ゃあ宮澤さん、はい、まあ、初めてご覧になったタイトルマッチということになると思うんですが、はい、いや迫力もすごかったですし、両者の最後の力振り絞って戦っているのが、もうめちゃくちゃかっこよかったです。朝倉さん、はい、試合中にも増えたんですが、はい、ファイターにとっては一番苦しいところですかね。そうですね、最後の1分なんか本当に厳しいと思うんですけど、やっぱ意地ですよね、最後の最後まで音が引かなかった、はい、さあ判定です。ジャッジ田澤29対28、赤黒部、1人目黒部、ジャッジ梅田29対28、赤黒部、ジャッジ梅田28対28、赤黒部、以上3対0をもちまして勝者赤コーナー黒部リード。判定3対0こちらのマスコシステムで3対0の判定でございます。黒部ミナが相模選手に盛大な拍手を、初防衛に成功、さらには悲願成就とはなりませんでした。最後は3人目のジャッジは28対28なんですが、マスト判定ですから必ずどちらにつけなければいけません。そしてその中で黒部を支持したということで判定3対0になりました。チャンピオンベルトが贈呈されます。そして見事チャンピオンを防衛しました黒部美和選手には BK マインド様より勝利者トロフィーが贈呈されます。見事初防衛を達成しました。黒部美和に今トロフィーが手渡されました。朝倉さん、はい、改めて倍年が違うチャンピオン、はいはい、今この光景どのように映ってるんでしょうか。いやもうただただかっこいいですね、本当にかっこいいです。宮澤さん、はい、本当にスポーツというのは、はい、どうしてもフィジカル、年齢というものがあって、はい、肉体的な衰えがある中で、はい、まして格闘技、はい、コンタクトスポーツで、はい、チャンピオン防衛しましたね、40歳が。いや、本当感動しましたね。年齢とか、女性だからとか、アイドルだからとか関係なく戦ってるのが本当にかっこいいと思いました。臨場にお上がりください。朝倉さん、はい、試合前のサラミのコメントでね、はい、花がないとか、はい、面白みがないなっていうコメントがありました、はいはい、それも確かにもしかしたら一つ、はい、花があるとか、はい、面白い試合するというのが、はい、格闘技を盛り上げる要素なのは確かだと思うんですが、はい、やはり最後は勝負事ですから、そうですね、強いものが正義、はい、強い人が残りますね、やっぱり。でも、まあ、そうですね、まあ、若い子もたくさんいるし、こうやって黒部さんみたいに40歳になってもチャンピオンになって、うん、こう女子格って本当に幅が広いんで、その人のなんていうんですかね、一人一人のストーリーを知ってもらったら余計こう試合も面白楽しいし、そうですね、はい、面白いと思いますね。記念撮影よろしくお願いします。現在リング上はメインイベントのセレモニーが行われていますが、一列にお並びください。宮澤さん、はい、黒部の、はい、この淡々としてるキャラクターもまた一つ良かったですよね、はい、そうですね、そこも魅力的でした。とても非常にウェットな人と非常にドライな人で、はい、そうですね、個性が出てて出ましたよね、このタイトルマッチもね、はい、そこから、さあ今さあ、それでは見事防衛を果たし、ノーベル賞を受賞いたしました黒部美和選手に一言喜びの声をいただきましょう。どうやらチャンピオン黒部のマイクがあるようです。どうもチャンピオンの黒部です。ありがとうございます。いや疲れたけど頑張りました。ありがとうございます。はい、ババア頑張ってます。ちょっとアメバの人あんまひどいコメント書かないでくださいね、私も人間なんでちょっと傷ついちゃうんで。はい、ありがとうございます。えい、
ちょっとあの、あれ榊原さんってまだいらっしゃいますか？あ、ちょっと雷神さん、ちょっとね、私をいつも無視してますけど。いやいや、無視してないですよ。今日僕もあの、はい、黒部さんの試合を見て本当に感激しました。ありがとうございます。そうですね、ちょっとね、みんなライジンが偉いわけじゃなくて、ディープジュエルスがナンバーワンですから。はい、そうです。はい、本当にここで輝いた人がライジンになりますから。ちょっと、でもやっぱチャンピオンのお願いをやっぱ聞いてくれないと困るんですよ。やっぱチャンピオンですから。なんで榊原さん、はい、もし今年はちょっと彼氏が欲しいんで、いい男の人いたら紹介してください。はい、まあ、そっち彼氏になりたい人、そっち行きたい、行きたい。ファンの皆さんでもね、ちょっとマークハントみたいな人のタイプなんで、ちょっと選手探しに行った人がいたらお願いします。むちゃくちゃ贅沢ですね。贅沢ですね。あ、以上、ご清聴ありがとうございました。ご清聴じゃない。皆選手も雷神に出場したいということですよね。あ、違います、違います、違いますね。彼氏が欲しいっていう。あ、彼氏が欲しい、はい、すごいな、徹底してるな、そこ。はい、はい、いやいや、雷神は黒部が欲しいです。あ、来た来た、お願いします。黒部選手、そう言われてますけど、どうします？いや、ライジンに上がってくれたら彼氏探すの頑張ります。黒羽選手、そう言われてますけど、どうします？いや、絶対嘘でしょ。いや、本気ですよ。いや、だって信じない、信じないです。みんな見たいですよね。いや、いや、だって黒部選手っていうか、黒部チャンピオンのね、試合は地上波で流したいです、僕。いやいやいや、お願いします。いや、いいんですか、こんな。お願いします。40歳でおっぱいもないんですけど、大丈夫、大丈夫なんですか？40歳でおっぱいがないから見たいんです。お願いします。いや、マジっすか。黒部チャンピオン、ご決断を。ちょっと、こんな展開になると思ってなかったんですけど、じゃあ、わかりました。よろしくお願いします。素晴らしい。一番いいタイミングで試合組ませてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。改めて雷神決定いたしました。皆さん、盛大な拍手お願いします。それでは黒部選手、その引き続き喜びの声をお願いします。あ、なんかちょっと違う展開になっちゃったんでびっくりしてるんですけど、頑張ります。これからもまだまだ、まあ、どこまでできるか分かんないですけど、いけるところまで頑張っていこうと思います。今日はありがとうございます。はい、今日は本当に最後までありがとうございました。改めまして、ディープジュエルスアトム級チャンピオン、黒部ミナ選手でございました。最後、思わぬ展開になったんですが、なんとこれで黒部が以上をもちまして、ライジン参戦かと、はい、いうことになりましたね、朝倉さん。はい、いや、嬉しいですね。これでまた女子格闘技が盛り上がってくれれば、本当にやってるみんなもやっぱりモチベーションも上がりますし。ただですよ、ただですよ、朝倉環奈選手、黒部がライジンに来て、階級同じですよね。そうなんです。今チャンピオン、朝倉環奈選手、黒部が実績を積み重ねてきたら、これはファンが黙ってないんじゃないですか。まあ、そうですね、そうですね、はい。まあでも本当に盛り上がる試合できれば、本当に自分も何でもやりますし、本当に、まあでもやっぱ知ってる人なんで、本当にやりづらいんですよ。まあ、去年はね、レイナ選手との、はい、一戦もありましたし、はい、うん、まあでも盛り上げるために、はい、できるならば、まあ、やっても見たいですけど、まあ、ここで言ってもあれなんで、今は控えめに言っちゃった。なるほど。まあでも本当にチャンピオン、黒部さん本当にかっこよかったです。宮田さん、いかがでしたか？いや、本当感動しましたね。最後まで諦めずに、やっぱ戦うということを諦めないということが、私自身も改めて気づけましたし、そうですね、また生で応援したいです。ただライジン参戦すると、ちょっとますます現実的には彼氏は遠のく気がするんですけど。本当ですか？ねえ、朝倉さん、練習たくさんしないといけないから。そうですね、まあでもその頑張りを見て、ね、彼氏ができて、ね、そうですね、はい、嬉しいですね。そうですね、はい、プライベートでも報われていただきたいんですけども。そうですね。
さあということで、そろそろ新宿フェスですね、お別れの時間が近づいてまいりましたけども、この後なんですが、あの一部オンエアご覧いただけなかった方がいらっしゃったということで、メインイベント最初のラウンドからご覧いただきたいと思います、引き続きお楽しみくださいということで、そろそろ生中継はここでお別れしたいと思います、本日スペシャルゲスト解説をお越しいただきましたライジン女子スーパーアトム級チャンピオン朝倉環奈選手、そして、スペシャルゲスト宮澤聖奈さんでした。お二方ありがとうございました。ありがとうございました。この辺で新宿フェイスから失礼いたします。